にちは。今日はちょっと短めに最初動画を撮る予定だったんですけど、そう、通信制限のことがあるので、なんですけど、ちょっと今朝大事件が起きてしまったので、はい、ちょっと長めに喋りたいと思います。はい。そうで、昨日タロットで3枚ずつ2択で引くっていう動画を撮ったと思うんですけど、それがすごく楽しかったなと思って、またやりたいなっていう風に、はい、感じました。今日はちょっと違うやり方でやろうと思うんですけど、いろんなカードを組み合わせてやったら、いろんな種類のでやってみたら楽しいかなと、はい、思ったので、またやりたいなと思います。なんかいただいたコメントとかでもすごく面白かったって言っていただいて、はい、嬉しかったです。そうで、そうで、一昨日撮った動画と昨日撮った動画で、なんかすごく撮った後のエネルギーというか感じたものがすごい違ったのが、なんか自分の中で印象的だったんですけど、なんか一昨日撮った動画を見てみると、やっぱ全体的に女性的な、需要的な内側に対するなんかメッセージみたいなのがすごく大きくて、でも昨日撮った動画はなんかどっちの選択肢もどっちかというと男性的で、全身っていうエネルギーがすごく強かった気がするので、なんかそれもすごく、その違いも面白いなと思って、はい、後から見て感じてました。はい。なんで、はい、また今日も楽しんでやっていきたいと思います。はい。で、今日今朝起きた大事件の話をしたいんですけど、そうで、今朝私は普通に今いつも通り過ごしてて、引きこもりなんで、そう、いつも通り過ごしてて、で、朝 LINE を、こう携帯の LINE を見たら、メッセージが一つ入っていて、そこのメッセージくれた方の名前が知らない方だったんで、もしかしたらタロットを申し込んでくださったのかなと思って、で、まあ、こう開いて見てみたんですけど、そしたら私の、まあ、書いてるノートやブログのノートや動画を見てくださって、で、応援したいと思ってくださって、お金を振り込ませていただきましたっていう、こう連絡をいただいて、そう、いただきました。で、まあ、今までも何度かこうお金を振り込んでくださった方がいたんで、で、まあ、その度にでも毎回びっくりするんですけど、自分でお願いしてるにもかかわらず毎回びっくりしてて、なんで、まあ、今回もってびっくりしました。そうで、一応今日日曜日で、月曜日に振り込まれてると思いますっていうことで連絡もらったんですけど、一応こう口座の方を、まあ、確認しようと思ってこう開けてみたら、もうすでに振り込まれていて、で、その方は少額ですが振り込ませていただきますというふうに連絡をくださったんですけど、見たらすごい、全然少額じゃなく、すごい金額になってて、三井住友のアプリがキランってこう光ったんですけど、って、そう、すごい、もう本当にびっくりした。はい、すごいびっくりしました。そうで、直接その LINE のメッセージのやり取りで、答
言葉でお礼っていうのは伝えさせていただいたんですけど、どうも言葉にも全然ならなくて、やっぱりでやっぱりこうやって顔を見せてこう口頭で改めてそうお礼を伝えしたいなと思ったので、せっかくこういう動画も撮ってるので、話してます。で本当に改めてありがとうございました。でなんか反応としてはもう最初はまあやっぱりびっくりしたっていうのがあるんですけど、なんかもうその後は本当に涙がひたすら出てくるっていうしかなくて、そうでその涙は何なんだろうって思った時に、なんかまずはやっぱり自分でこうやって動画を撮って、まあ、好きな自分がやりたいことをやって、自分が信じることをやって、そうでやってるけど、もちろんそれは自分が選んで自分のためにやってるけど、やっぱりどこか不安や恐れみたいなものが出てきたりして、いつも葛藤しつつそれでもっていう風にこうやっていたところはあるので、なんかそのやっぱ気持ちがすごく楽になったっていうのがまず一つあるのかなっていう風に思いました。そうで、でもそれだけじゃなくというか、それよりもなんていうか、やっぱりその自分がこうなんか信じてやったことで、なんかそういうふうに気持ちを感じてくださって形にこう表してくださるっていうことが、それを受け取ったっていうことがすごく嬉しかった、そうっていう言葉じゃ表せないけど、まあ、その感覚がすごくじわじわきて、涙がずっと溢れてきた。でもちろんその実際そういう気持ちをくださったっていうこともだし、なんかやっぱそうそういうふうに自分を信じることができた自分に対してもありがとうっていう気持ちがすごい湧いてきたし、で自分に対してありがとうって感じるっていうことは、周りいろいろあるけど支えてくれてる家族に支えられてるっていう事実があるし、それからこうやって動画を見てくださってることも励みだし、で反応くださったり励ましてくれたり、あと同じように頑張ってる人の姿を感じたりとか、そうなんか全て今までのことも含めてなんか全てに対してすごいありがたいなっていう気持ちになりました。で、まあ、これからもそうなんかそうやって進んでいきたいという気持ちがすごく強くまたなったので、はい、本当になんかすごく嬉しい出来事でした。ありがとうございます。で、引きこもり今日で10日目、そう10日目なんですけど、明日こう外に出て振り込みをしていきたいと思います。そう月末の振り込みを全部済ませていきたいと思います。ちょっとそれぐらいの金額をいただいたので、はい、明日引きこもり解禁ということで、
じで。じゃあ今日はタロット、そうはい、タロットを2択。よし、今日はちょっと気持ちがいっぱいなので選択にはせずに、どうしよう、でも2枚引こうか。2枚と、とりあえずタロット2枚 でもし引きたくなったらもう1枚別のカードを引こうと思います。はい、じゃあ今日のメッセージ、はい、引きたいと思います。お願いします。よし、じゃあメッセージいきたいと思います。おー、なんじゃこりゃ。え、すげえカードが出てきた。はい、じゃあちょっといきたいと思います。2枚、まず1枚目、どっち先に引いたんだろう、こっちかな。英語これ昨日死神引いたんですけど、別のタロットでこれ ね、英語って書いてあるけど、まあ、通常この英語って、まあ、いろんなタロットがある中で、あの一番普通のタロットだと、まあ、悪魔のカードがエゴって表されることが多いんですけど、このカードではタワーなんですよ。タワーがエゴって表されてる。崩壊、タワーの崩壊、これはちょっとまさに、でこのタワーが起きると、まあそのタワーが起きるっていうか、タワーを引く時って、その死神がこう、割と自然な流れで内側から起きる、こう生まれ変わりっていうのに、あのなのに対して、このタワーっていうのはもう余儀なくっていうか、そう、まあ、タワーが壊れてしまうっていうところを考えてもらえたら分かると思うんですけど、もうそういう外側から壊れていくので、要するに自分もそれにそう変わらざるを得ないっていう、タワーが崩壊して飛び降りざるを得ないっていう状況なので、でこの絵をすごい見たら怖いんですけど、ものすごくなんか、いやでもそんなに怖いんですけどっていうのは、結構その通常のタロットのタワーのイメージで、イメージなんですけど、でもなんかこれ全然、この2人なんか逃げてるみたいな感じだけど、全然怖っ、なんていうか余裕そうに見えて、わーって行くぜみたいな感じに私には今見えて、そうで、このタワーってまさに今日の、まあ私で言うとお金を振り込んでもらったっていう、その出来事だから、悪いことが起きるっていうばっかりじゃなくて、その悪い、いいっていうのも全部自分の価値観、考え方、捉え方ではあると思うんですけど、でもやっぱりすごい明らかに嬉しいって感じるような出来事だったんで、今日の、そうだから、それぐらいに、あの価値観を、自分の価値観を変えていく出来事が、そう起きる、起きてるかもしれないし、起きるよっていう
やっぱそれは自分の捉え方によってこう、うわーって嬉しい気持ちになるのか、それとも不安な気持ちになるのか、そう変わってくると思うんですけど、でやっぱりこれが起きる時ってなんか起きたことをその受け止める、まあ、器って言ったらあれなんですけど、なんかそれがすごくやっぱり大事な気がするので、そう、ちょっとうまく言葉にならないけど、そうなんですよね。このタワー、崩壊するタワーに対してこう、まあでもその崩壊っていうのも外的要因ではあるけど、やっぱりそれも含めて自然の流れっていうところなので、でそれを自分がどう受け取っていくか、そう、そこがすごく言われているという気がします。そこがやっぱ英語っていうところに現れてる気が、はい、しました。なんかなんで私も改めてやっぱりからさらに自分がどう進んでいくのかっていうのをそうしっかり自分で感じてやっていけたらなと思いました。いいカード、はい。でもう一枚カルミネーション Ten of Hearts は、これ前も弾いたんですけど動画じゃなくて多分ノートに載せたんですけど、これはカップの10で、カップの10なので、あの通常のタロットだと愛情たっぷりのこう幸せな家庭が描かれてることが多い、そう多いっていうか、そうそういうカード、なんていうか愛情の最上の形というか、はい、そういうカードになります。でこれはなんかまあちょっと絵柄が、絵柄を見るとここのやっぱり満月なので、なんかすごくそういうふうに、まあ、状況もそうかもしれないし、自分の中でも心が満ちていくタイミングなのかなっていうふうに思います。そうで、この女性はもう今すごく安心してここに横たわって、ここに、まあ、ハートがいっぱい描かれてるんですけど体に、そうこれがなんかすごくなんかその喜びがすごく、その喜びの最上というかっていうところは、なんかやっぱりこのすごく静かな安心の中にあるのかなっていう感じがこれを見てすごくしました。そうでこれカミネーションっていうものか、集大成っていう、そう意味なんですけど、で今っていうのはやっぱり今までの自分の集大成、常に多分そうだと思うので、そうなんかその自分の満ちた気持ちっていうのと同時に、こう今までのことにをなんか感じてみるというか、そうそれがすごく大切なのかなっていう感じがします。なんかちょっと今日興奮しすぎてるのでエモーショナルなリーディングになってるんですけど、はい。でさらに言うと、この前あのエース、カップのエースっていうのを見せたと思うんで、あのここからまたゼロに戻って次1にまた始まっていくんですね。一応ここ現時点での最上級だけど、ここからまたゼロに戻って1に始まる、そうっていうことを
もまたどこか片隅にあるといいのかなと。そう、またこのエースが出てきた時に話せたらと思うんですけど、ここの10から0を通って1っていう流れも私の体感的にはいつもすごいことがこう、そう、すごい変化っていうのがこうあるので、そう、ちょっとそれについてはまた話したいと思います。とにかく今この満ちてる状態っていうのと、でそこにある静かな喜びっていうところで、自分、今までの自分集大成っていうのを感じるといいのかなって思いました。はい、なんでちょっともうこの2枚で今日は十分、もうすごい最高のカードが出たので、はい、これで終わりたいと思います。エゴとテンオブハーツ、はい、すごいいいカード、はい、ありがとうございます。じゃあ今日の動画はこれで終わりたいと思います。明日は、まあ、ちょっと外出するんですけど、動画は、はい、撮りたいと思うので、またよろしくお願いします。じゃあ今日本当にありがとうございました。じゃあね、また。